これより第2クォーターに入ります。ショーウェイブラザーズ自陣46ヤードからのセカンドダウン10。これは広島ナイスディフェンス。ここで中央へドロープレーを展開しようとしました。そこにしかし広島のディフェンス58番すさまじい勢いで対応しまして、このランを阻止しサードダウンに変えます。失礼しました、タックルしましたが54番のプレイヤーだった模様です。失礼しました、タックルしましたが54番の大江です。島根大学出身。ファーストまで残り11ヤード翔英サーダン12。これも広島ナイスディフェンス。この距離をランニングバック32番の総力で突破を図らんというところ、しかしここで広島ホークス13番素晴らしい対応をしまして、さらにロスバイフォースダウンに変えます。見事な対応をしましたのは広島ホークス13番の上田、島根大学出身のプレイヤーです。ショーへフォースダウン14、パントフォーメーションを取ります。プレッシャーある中パンター、見事にパントを蹴り出しまして、この位置を広島陣20ヤードの位置まで押し返す形に成功し、攻守交代となります。攻撃権変わりまして広島ホークスに攻撃移ります。広島ホークス自陣21ヤードからファーストダウン10。さあまず中央にランニングバックを突入させました。密集点突破を図りまして、ゲインは約3ヤードとなっています。託されましたランニングバック20番の玉山でした。京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン7。これはショーへナイスディフェンス。再び20番にボールをハンドオフしまして突破を図らんというところ、そこに翔英49番素晴らしい対応をいたしまして、このランを阻止しサードダウンに変えます。見事ロスタックルに変えましたのは翔英49番の北川、滋賀大学出身のルーキーです。広島ホークスサードダウン10。さあここでクォーターバックスクランブルに転じました。クォーターバック18番プレッシャーを受けまして右方向に流れながら、そこでスクランブルに転じました。しかしこの判断見事に決まりまして、攻撃権更新になっております。広島ホークスファースダウン、鮮やかなランで攻撃権更新果たしましたのは広島ホークス18番の皆谷、京都外国語大学出身のプレイヤーです。失礼いたしました、31ヤード付近ファースダウンです。広島ホークス自陣31ヤードからのファーストダウン10。さあここでドロープレーを挟みます。タイミングがずれた格好で中央突破を図りました39番、これが構想し約8ヤードのゲインとなっております。
パスからランプレーに切り替えるトリッキーなプレーで、ここで大きく前進を図りましたが、広島ホックス39番の酒井です。島根大学出身のプレーヤーです。ただいまでの得点、両チーム現在フィールド上負傷者が発生しているため、レフリータイムアウトが取られております。レフリータイムアウトを解けまして試合再開です。広島ホークスセカンドダウン2、ボールオンは自陣39ヤード。今度は翔英ナイスディフェンス、中央突破によってこの2ヤード獲得を狙わんというところでしたが、そこに翔英ディフェンスラインが立ちはだかり、54番が押し返すようにタックルしましてサードダウンに変えます。タックルしましたら54番の中村、近畿大学出身、そしてそれに備えましたのが91番の藤井でした。同じく近畿大学出身です。さあ広島サードダウン残り1ヤード、パス不成功。ここで広島スナップ乱れまして、クォーターバック自らキープで突破はからんというところでしたが、しかしそれはならず、結果的にはパスを投げ捨てる形で終了し、フォースダウンに変えます。広島ホークスフォースダウン、ファーストまで残り1ヤード。広島ホークスフォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを取ります。ここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。広島に反則ありました。交代違反の反則です。フィールド上に12人おりました。アメリカンフットボール、本来のベンチの制限、人数制限はありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。広島先ほど交代時に12人いる状態になってしまいました。これにより5ヤード下がりまして、フォースダウンやり直しです。さあここでリターナーフェアキャッチシグナルを出しておりました。フェアキャッチシグナルはリターンをしないという意思表示です。このためキャッチした段階でプレーが終了という格好になりまして、翔英自陣19ヤードの位置での攻守交代となります。翔英ベイザーズのリターナーの選手がボールをキャッチしても走らないというシグナルをしましたので、ボールをキャッチした時点でボールとなります。攻守が入れ替わり、ブルーの日本翔英ベイザーズ、さあ攻撃権を取り返す形になりました。翔英ブザーズ自陣19ヤードからのファーストダウン10。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでランニーバック33番にボールを託し、中央突破を図りました。33番、ここで相手ディフェンスを見ながらデイライトをし、相手隙間を見事すり抜けて攻撃権更新果たしております。翔英ブザーズファーストダウン、見事なランを披露しましたのは翔英、33番の南口です。神戸学院大学出身。チャットでのメッセージありがとうございます。平山拓也様、翔英の91番の英語機種だというメッセージありがとうございます。翔英91番、先ほども見事なプレーを披露した藤井選手への絶賛のメッセージです。これもナイスランです。ナニマック33番、ハンドオフを受けて左に展開しつつディフェンスのプレッシャーを感じまして中央に切り返し、これが見事構想しまして約9ヤードのゲインに変えております。
翔英33番の水口、非常にラン、素晴らしいランを重ねました。さあこれが一つの兆しになるでしょうか。翔英セカンドダウン残り1ヤード、さあ中央いった、しかしこれは広島止めた。ここで5番にボールを託しまして中央密集点突破を図りましたが、ここに広島4番が見事に対応しまして、このランをノーゲインに変えサードに変えます。見事に対応したのは4番のウェアです。明治大学出身のバイスキャプテンです。試合冒頭でもインタビューに答えていただきました。その意気込みあふれんとする素晴らしいプレーを披露しました。翔英サードアンド残り1ヤード、翔英ブレイザーサードアンドファーストアンド残り1ヤード、インターセプトターンオーバー。ここで素晴らしいプレーが出ました。パスによってこの1ヤード突破図らんという翔英のパスプレーを見事広島がインターセプト。そこから大きくリターンしまして相手陣深いところまで入る格好で攻撃を獲得する形に成功いたしました。見事なインターセプトリターンによりまして相手陣深い位置を確保する形になっております。インターセプトしましたが番号の確認が怠っておりましたが13番の上田だったかと思います。島根大学出身です。さあ広島ファーストダウンテン、さあまずランプレーから入りました。中央突破を32番に託しましたが、しかしここで翔英もディフェンス陣集まりましてその穴を塞ぎました。左方向に展開しましてなんとか前進図りましたが結果ノーゲインとしてセカンドダウンに変わります。右奥へ展開しましたがこれはあまりゲインがありません。広島ホークスセカンドダウンのファーストアンド残り10ヤード、広島ホークスセカンドダウンテンボールオン相手陣20ヤード、さあ再びランプレー、今度は右オフタックル付近につきました。見事すれ違うように39番右側切れ上がりまして約6ヤード獲得する形に成功しています。キャリアは39番の酒井でした。島根大学出身、広島ホークスサードダウンファーストダウン4ボールオン相手陣14ヤード、さあ左オフタックル付近をついたキャリアは20番、足をかきながら前進図りましたがしかし1ヤード残りましてフォースダウンとなっております。翔英もディフェンス陣踏ん張っております。見事に対応しています翔英は、16番の中村が対応したようです。関西学院高等部出身のプレイヤーです。ここでホイッスル、広島ホークス1回目、広島前半1回目のタイムアウトを取りました。1回目のチームタイムアウトの要求です。アメリカンフットボールは前半後半それぞれ双方ともに3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずここで広島ここを勝負どころと見まして作戦タイムを取ります。得点は0対0の2得点です。
双方とも現時点無得点ですので、先制点を挙げた方が非常に優位な状況になる展開になっています。さあそれはこの瞬間に起こるでしょうか。タイムアウトを解けます。広島ホークス、フォースダウン残り1ヤード、プレーを行います。フォースダウンギャンブル。さあこの判定どうか。広島ホークス、フォースダウン。これは翔英のディフェンス勝利です。右方向を掴んとトスをし、ランニングバックに走らせんとしましたが、4回目の攻撃でしたので、ここで翔英43番でしょうか、凄まじいチャージかけまして、このランナーを倒し、攻撃権を4回目の攻撃失敗と変えました。したがいまして攻守交代になりまして、テイクオーバー、翔英に攻撃権移ります。タックルしたのはおそらく48番だったと思います。48番は榎本です。近畿大学出身。さあ攻撃権取り返した翔英、ファーストダウン点に入ります。さあ右方向にランプレーを展開しようとしましたが、ここでイエローフラッグが投じられております。反則が発生しています。SSS さんのメッセージありがとうございます。おそらく91番の藤井選手へのコメントですね。近畿大時代から良いプレーをしていましたという言葉、ありがとうございます。翔英ブレイザーズ53番、ゴールまでの半分下がって第1弾を繰り返します。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。従いましてこの反則により10ヤードの罰退を受けますが、ゴールまで15ヤードの状況ですので、その半分の距離8ヤードの罰退を受けまして、ファーストダウンをやり直しという形になります。さあ試合再開、翔英ファーストダウン18の状況で試合再開です。これは広島ナイスディフェンス。ここで素晴らしいブリッツをかけました。ランプレーと予測しました13番がブリッツ、プレーをする前にプレーをするといらや相手ディフェンス、オフェンスのフィールドに侵入するチャージアタックですが、これが見事決まりまして、ランを阻止し、さらなるロスオーバー形に成功しております。翔太郎選手がブリッツタックルをいたしまして、大きくロス。翔英ブレイザーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り20ヤード。翔英セカンドダウン20。さあ右方向へランプレーを展開しましたが、ここでイエローフラッグが発生しております。反則が発生しております。ブレイザーズの中央ランプレー時、反則が発生したものです。先ほどの反則、オフェンス翔英のホールディングの反則です。相手選手を掴んでいたという反則ですが、これを広島取りません。プレーを成立させサードダウンに変えます。そしてここで残り時間2分を切りましたので、2ミッツウォーニング、残り2分でのレフリータイムアウト入ります。今季より日本国内のアメリカンフットボールが準拠しております、米国カレッジルール NCAA におきまして、従来はプラでしか採用ありませんでした
前後半残り2分でのタイムアウト、ツーミーツオーニングが採用となっております。これにより従来の得点を奪い合う点取り合戦であったアメリカンフットボールにもう一つの要素である時間をいかにうまく使うかという要素がより際立つ形になりました。試合の節目になります前後半残り2分間、その時間をいかにうまく使うかという時間を駆使した戦い方、ぜひご注目ください。レフェリータイムアウトを取りまして、ショーウェイブレイザーサードダウン、ファーストダウンまで残り15秒、ショーウェイサードダウン16で試合再開。さあこの距離ランプレーで突破を図ります。キャリア29番、密集点突入しまして前進を図りましたが攻撃権更新には至っておりません。さあここで今ホリッスルが吹かれております。広島ホークス前半、ここで広島が前半2回目のタイムアウトを取りました。ショーウェイブレイザーズランニングバック29番、ショーウェイがランプレーによって中央突破しまして、そのプレー止まりました段階で広島がタイムアウトを取り時間確保を図りました。ボールを持った選手が中で倒れた場合はその次のプレーまでの間時計が回り続けます。これによる時間の消化を広島現在有利な位置を確保せんとすること、そしてその残り時間確保するために守備でタイムアウトを取りました。さあショーウェイフォースダウンセブンでパントフォーメーションに入ります。前半終了まで残り1分44秒。ここで攻守交代。このパントは広島陣45ヤード付近でとどまりまして、この石で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー、変わりまして広島ホークスに移ります。前半残り時間は1分30秒となっています。さあこの90秒間の間に広島は得点を上げることができるでしょうか。ボールはフィールド中央付近に深い自陣45ヤードからの攻撃となります。広島ホークスファーストダウン10、ここで広島パスプレーを展開戦とクォーターバック下がりましたが、そこに兵衛ディフェンス陣が殺到しまして最終は91番でしょうか、仕留めまして9秒差、パスを投じる前に対し、ロストしています。広島ホークスセカンドダウン17の状況。さあ広島はこの状況を乗り越えることができるか、翔英が抑え込むか。さあ左方向にランプレーを展開しました。オプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかで、ここはランニングバックにピッチして託しました。ゲインは約3ヤードほど、サードダウンに変わります。前半終了まで残り、しかし中で倒れたため時計は回り続けております。現在前半残り時間の15秒を切ったところです。広島時間すべてを消化し前半戦終了する形を選択しました。ここで前半戦終了です。ここで前半が終了です。前半が終了し、ただいまの得点は前半戦終了しまして、ショーウェイブザーズ0点、広島ホークス0点、両者無得点で前半戦終了となっております。
双方とも攻守、素晴らしいプレーは散見するところではありますが、これがエンドゾーンまで届かないという状況で、ともに無得点という状況で前半戦終了となっております。さあ、双方ともこれよりその反省とその策を講じるためのハーフタイムに入ります。前半戦の見直し、そしてその対策をこの、ハーフタイムに講じることができ、その後半に展開をすることができるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。このハーフタイムを配信の間の一旦の幕開の時とさせていただきます。